新庄行ってやるかも。まあ、若干体調崩してまいりましたけど治って、今日公開練習で見ていただいた通り絶好調です。ありがとうございます。じゃあそれではメディアの方質問があればどうぞでお願いします。最後回します。はい、まずブアカオ選手の近年の試合というのはご覧になりますか？はい、全部見ましたね。なんか2012年19年以降なんか公式戦してないみたいなことをなんか結構言われてたんですけど、前年公式戦しててベアナックルグローブなんかバンテージだけの殴り合いをしてたり、あと結構どこかな、あれワンとかで多分活躍してる選手かなとかでも試合してたり、まあ全然バリバリやってるんで、コンディションはすごいいい状態で来るんじゃないですかね。はい、
ファイトスタイル変わりましたね。昔は多分そんなにフィジカルはそんな強くなくて、ミドルキック、前蹴り、ハイキック、まあ蹴りを主体とした攻撃でリズムを掴んで、で相手に何もさせないっていうスタイルだったと思うんですけど、まあ、近年見てると多分その体のフィジカルの強さも上がって、まあ、蹴りも蹴るんですけどパンチもできるようになって、パンチ下の選手だったかなっていう印象がちょっとあります。70キロで公式戦の若手じゃないですか。そうですね。いや体重はめっちゃいい感じですよ。あとまあ5キロぐらいなんですけど、ちゃんと減量も結構やってて、まあアビリー戦をあのブレーキングダウンで経験したじゃないですか。あの時に結構一回大きくしたんですよ。普段体重が最高82キロまで行って、でそこから、減量してるんで、だからまあ多分 70キロが今自分の中でベストじゃないですかね。すごく動けますし、まあいつもこのもう試合だって今もう4日前とか5日前とかだと思うんですけど、4日前とかも普通公開練習とかできないんですよ。いつもやったらもう減量末期なんで、まあ今減量もしてますけど、まあでもそれでもこんだけ動けるんで、だからコンディションはめっちゃいいと思いますね。はいはいはい、まあ、そうですね。まあ、つかませないですね。まあ、スピードが全然違うと思うんで、はい、まあ、つかめると思うよって感じです。子供の頃、憧れてた選手と、はい、大人になってから肩上がったらどういう気分だったんですか？いや、めっちゃ嬉しいです、やっぱり。あの、自分自身、本当にワクワクしますし、あの、まあ、僕がね、あの、ライジン MMA ゴロゴロして面白くないっていう発言をしたんで、あの多分 MMA ファン怒ってるんで、その僕のアラ探しでブアカオはもう公式戦を長いことしないとかいうあれもありましたけど、まあ調べたら全然やってますし、だから本当に強いブアカオで来るので、僕自身本当にワクワクします。楽しみです。はい、じゃあ他はいかがでしょうか。はい、会見で、まあ、MMA ゴロゴロしてるということで、はい、まあ、MMA ファンからいろんな声が寄せられるということで、はい、いろんな反響あったと思うんですけど、この面の反応っていうのは予想通りだったのか。いや、予想通りですね。はい、プロモーション成功って感じです。僕としてはあのこの試合の注目度を集めたかったんで、まあでも本当に思ってる部分もありますけどね。この前の試合だって、まあもちろんそのあれが面白さっていう部分はあるんでしょうけど、僕やっぱり個人としてはやっぱり、いや、立ってる、寝て、まあそっか、まあいいや、寝てそこからなんかこう時間が経ったらグラウンドスタートじゃないか、グラウンドじゃない、立ちスタート、そしたらなんかおお、拍手起きるでしょ、じゃあ立って戦えよって思うんですよ。はい、だからみんなも立ってる展開の方が面白いと思ってるじゃないですか、それってもどっちかで言ったら、うん、って思いましたけど、まあ、まあ面白さがあるんでしょうけどね、それにはそれの、うん、まあ個人としてはそう思います。動画の方で、はい、あの10歳の時に桑川はい、お父さんとあのお二人で話されているのを拝見したんですけれども、やっぱりこのワクワクしているとおっしゃってましたが、今までこう K1 で何戦もされてますけれども、そういう相手と戦うのが違う高揚感みたいなのがあるんですか？そうですね、まあゲイオ選手の時も似たような感じはありましたけどね。そのゲイオ選手の時もタイトルマッチでベルトを僕がいただい、ダッシュすることができた試合なんですけど、それも僕が18の時にもう、地元姫路でくすぶってて、もうこの先どうしていこうかなと、まあ、カブトにその時やってなかったんで、その時に、目指した選手だったんで、その高揚感とかありましたけど、でもやっぱり子どもの頃のヒーローってやっぱりいつまでたってもヒーローなんですよね。だからそういったワクワクはもちろんめちゃくちゃありますね。まあ、だからといってなんていうんですかね、その尊敬を試合でなんていうかな、楽しませるつもりはないですね。俺は本気で潰しに行きます。はい、あの動画みたいな試合のこうなんか楽しみが増す感じがありますよね。まあ、そう言っていただける声が多くて僕もすごく嬉しいなっていう、まあ、本当に僕としてはあれは本心なんで、本心で言ったことに対してそうして試合を楽しみになったっていう声をいただけるのはすごく選手としては嬉しいですね。はい、最近のこうライジンですとこう、まあ、同じもう K1 出身選手の、まあ、芦澤選手がいたりとか、はいはい、まあ、コージ選手とこの間、大阪でメインで戦いました、はい、あの試合とかって佐藤選手はどのようにご覧になられたんでしょうか？面白かったですよ。そうですね、面白かったですね。はい、元 K1 同じ、まあ、そういうのは別にあんまり何も思ってない、もう一選手として、
はい、2人とも1選手として普通に面白い試合をしたなっていう印象です。はい、で浩二選手も先日成り上がりの会見のとこ見て、はい、マンボ選手がそのMMA とか立ち上がりミックスしたルールを、うん、ということで、ご提案されて、それなんか面白そうだってことで、浩二選手もちょっとマンボ選手応援してるような、あ、そうなんですか、はい、ところもちょっともっと立ち技の選手も巻き込んでこうラインの中でルールを大きくしていきたいっていう、そうですね、まあ俺にしか作れない道を作りたいなっていうのは常日頃やっぱり思ってるんで、やっぱりこの昨日もツイートしたんですけど、僕の道歩んでる道は多分王道じゃなくて邪道だと思ってるんで、まあ本当ラップしたりブレイキングダウン出たり、やっぱり人とは違うことをしてて、まあそれでもやっぱりなんていうかな、変なことはしてるんですけど、俺は絶対ちゃんとしっかり結果は出してると思ってるんですよ。うん、だからそのスタイルはこれからも貫いていこうと思ってます。やっぱキックですね。前蹴り、ミドルキック、ハイキック。で僕もともとその空手出身なんで、足技を得意としてた部分が多かったんで、マサトさんとの2004年の試合を見たときに、いや、これすごいなと。もう本当衝撃を受けて、本当に、まあ、タイ語わかんないんですけど、タイ語をこの DS 買ってソフトで勉強して、タイ語自分で書いてみたりして、こう手紙をタイに持っていこうかなと思ったぐらい、本当に、わ、すごいなと。初めてこうヒーローってこういうことなんやっていうのを今思うとね、そうだと思います。やっぱりその動画でもその蹴りでそのて自分を使ってきたって言ってますけど、やっぱり蹴りで倒したんですか？いや全然そんなんないです、はい、別に、うん、そんなんないです。マサトさんが昨日の動画アップしましてちょっとアンプも、まあ、不利なんじゃないか、うん、見ました、見ました。僕としてはそういう意見があって嬉しいなと思いますね。うん、やっぱり勝って当たり前と思われてる試合なんか、僕自身楽しくないですし、やっぱりこの、まあ、決まった時から僕はもう思ってましたよ。あ、これは厳しい戦いになるなと。周りがもう全盛期が過ぎてとか、まあそういうの言いますけど、やっぱりね、270戦ってもう相当なんで、半端じゃないです。その経験してる選手と、まあ、こうして対峙できる、もうこんな幸せなことないですよ。はい。だから本当に楽しみですよ。はい、それにつきます。動画の中でそのフィジカルのことをおっしゃって、はい、その辺はもう大丈夫ですよ。はい、まあそういう意見はあるやろなっていうのはもう分かってましたし、だからそういった部分を、まあ、それに関して言えば別に今に始めたことじゃないんで、そこが弱点ってことは自分も2年ぐらい前から分かってるんですよ。だからもうどんどんそういう部分は潰していってるんで、だからまあそうやな、アビリー戦の時もやっぱり体重30キロぐらい上の選手で、まあ、もちろんそれはフィジカル負けはしますけど、でも別に打ち合いから逃げてたわけじゃないんで、僕はそれもそうですし、まあ、ザ・マッチで山田選手やった時も、まあ、階級は確かに1階級下の選手かもしれないです。でもその自分の苦手な展開でもその3ラウンドちゃんとやり通して、その苦手な部分の克服は、まあ、ある程度できていってるかなと思うんで、まあ、さらにそこからブラッシュアップして今さらに精度上がってますし、だから自分自身その、まあ、そういった近い展開で強いブラカワ選手、組が強いブラカワ選手、そういった部分で勝負ももちろんする時間はあると思いますし、しようと思ってます。そういう場所で勝負もしようと思ってます。はい、今の練習環境ってどうなってますか？今も一緒ですよ。和歌山ボクシング、月に、まあ、今回は月の3分の2ぐらいは和歌山にいましたね、はい、合宿ずっと何度も合宿行かせてもらって、で今トレーナーが僕に3人ついてるんですよ。専属でボクシングのトレーナー、ムエタイのトレーナーで、フィジカルのトレーナーで、そのバランスよく本当にやっていって、ボクシングの今まではボクシングの日はボクシングだけ、ムエタイの日はムエタイだけやってるんですけど、ボクシングの練習の合間にムエタイの時間も挟むっていうことをやってるんで、だからすごくバランスよく効率よくできてるなっていうのは自分自身実感します。ここはムエタイのトレーニングします。はい、ここはムエタイのトレーニングします。ここはでも4ヶ月5ヶ月ぐらい前ですかね。4ヶ月前か。はい、和歌山ボクシング、和歌山ボクシング、はい。
記録の一番最後に自分の名前が載ることになるんですが、うん、やはりそれぐらいの気持ちでいくって感じですかね。いや、僕は別にやめてほしいとは思わないんで、そうは思わないですけど、まあでも勝つことはもう確実です。はい。はい、ありがとうございます。はい。いかがでしょうか。コスト前の、はい、改めてなんですけど、その組に強いというか、フィジカルの強さを発揮している近年の桑川選手に対して、はい、まあ、今現状で言える範囲ですけど、どんな勝ち方をするのが理想だというふうに。電光石火です。電光石火、はい、うん、まあ、電光石火です、はい、いろんな意味を含めた、はい、電光石火です。わかりました、ありがとうございます。はい、あ、はい、マサトさんが特別、解説、あ、ゲスト解説をするというのを発表されたんで、はい、それ聞いてどう思う。いや、僕はだって K-1 の時ずっと正人さんが解説してたんで、まあ別に特別感はそんな感じないですけど、まあでもそのライジンに正人さんが来るで解説をするということに対してはすごく、なんていうかな、大きな、今まではなかったムーブメントっていうかな、よくわかんないですけど、まあそういったんじゃないですかね。はい、いいことだと思います。はい、いかがでしょう。それの続きなんですけど、桑川先生、先ほどもおっしゃった通り桑川選手と正人選手が名勝負を何度も繰り広げてきた中で、はい、その正人さんが見てる前で桑川選手と戦うっていうのも非常にこうエモい。うん、確かにね、僕も本当そう思いますね。はい、あとそのあたりだと思うところがあれば。いやー、まあ正人さん、いやでも本当にこれやっぱり正人さんも含めていいこと言った方がいいんでしょうけど、本当に僕桑川への思い入れがすごいんですよね。やっぱりこの子供の時のヒーローというか、だからまあそうですね、正人さんが見る前でみたいなことは別にあんまりないですね。はい、わかりました。今日はいかがでしょうか。記者会見で桑川選手が自分の打撃を受けてびっくりするんじゃないかとおっしゃったんですけど、はい、それはその安保選手の一旦飛び蹴りですとか振り下とか、いや、大技はね、もうなんていうかな、あれ結構ね、逃げなんですよね。逃げの技だった気がするんですよ、僕の中で。まあ、あれで倒しますし、それが派手なアンポルキアって印象でいいんでしょうけど、まあ、僕としてはああいう技をする展開っていうのは2つパターンがあって、自分がめちゃくちゃいい調子がいい攻撃を出してる時で、これ倒せるんですよ、こういう時は。基本倒してるんですよ。で、あともう一つが自分が苦手な展開で潰されそうになった時に、決死の一策っていうかな、決死の一手で出す胴回し回転蹴り、飛び膝蹴りで、こういうのはあれは多分自分の弱点の部分を逃げるためにやってたっていう、うん、自己分析をして、だからあんまり出さない気がします。はい、まあ、出すと思いますけど、そんなに出さない気がします。もう今そういった部分を潰してるんで、そもそも弱点がなくなってきてるんですよね。はい、成功法で、まあ、ここからも使われるんだ。そうですね、はい、まあ、どの局面でも勝ってやろうと思ってますよ。はい、あとは表の記者会見でブレイキングダウンから来ました。はい、はい、それはブレイキングダウンを背負って外人。あれは、ね、ギャグです。はい、ギャグです。だって前の試合がブレイキングダウンなんで、やっぱ K-1 から来ましたよりもブレイキングダウンから来ましたのが、あ、しっくりくるかなみたいな。はい、で、そういうこと言うやついないじゃないですか。はい、そういうこと言えるやつがいないんですよ、僕以外いないんで。だから言いました。はい、別に背負うとかそんなないです。いやー、うん、何を背負う、いや別に何も背負ってないです、自分の人生を変えるために。で、あとはそうですね、子供の頃憧れたヒーローを超えるために。はい、はい、そのことってお伺いしても大丈夫ですか。まあ、別にいいですけど、別に見せるものじゃないんで、はい、ちょっとある出来事があって、すごくインスピレーションを受けて、で自分自身その気持ちを忘れたくないなっていうので入れました。いつ頃入れたんですか。これは4ヶ月ぐらい前かな、確か。まあ、K-1 を離脱されて。あ、まあそうですね、まあ、全然増やす予定はないです。はい、よし、見せるものでもないと思ってるんですけど、まあちょっと 見えてしまって、そうです。はい、はい、それではインスタライブの質問に移ります。お願いします。インスタグラムにたくさんの応援のコメントが届いています。はい、まず一つ目、はい、ライジンに参戦しようと思った一番のきっかけは何ですか。
そうですね、やっぱり、うん、日本の格闘技で今一番盛り上がってる団体だと思いますし、で本当に本物志向の団体だと思いますし、まあ、これから僕は、まあ、ライジンに来て、アンポは何をするんだっていうのを多分そこを聞きたい人が多いと思うんですよ。まあ、その、まあ、僕も今僕自身そこに関しては結構もう明確な目標が固まってて、だけどまだ言いたくなくて、まずライジンに一度上がってみたくて、でそこで、もっと日本でアンポルキアっていう存在を、まあ、格闘家として広く知られたいなっていう思いでライジンを選ばせてもらいました。はい、ありがとうございます。あと今後 MMA をやる予定はありますか？まあそれも今なんていうかな、まあ平本の話になりますけど、1年後倒してやるという、まあ、話をしたんで、まあ、MMA はやっていこうかなというふうには考えてます。ファンに向けてメッセージ一言お願いします。はい、そうですね、まあライジンで立ち技はいらないとか、まあそういった意見がたくさん多くあるのも、まあ俺自身分かってますけど、まあ間違いなく言えることは俺の試合はめちゃくちゃ面白いんで、はい、それを期待してください。はい、以上でございます。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、じゃあ名前が取ります。お願いします。はい。